こっからは車じゃ無理だな。そうか、なら歩いていくさ。ちょっと待った、忘れてた。なんだ、これは。モリソンからお前にお手紙だ。さて、仕事の準備だ。待ってたよ。いらっしゃい。ご注文は？新作見たいか？見たいよな。間違いなく最高傑作だ。早くフイと合流しなきゃ。ひでえなこりゃ。
なんで悪魔が？この町は何だ？歩きにくいったらありゃしない。
の方が先に着いちまうな。当選簿か。さてどうしたもんかな。なるほど、使えそうだ。切って進めりゃな。しかし V は何者なんだ。待てよ、どっちから来たんだっけ。
またかよ。Yeah!
やれやれ、クソみたいな木だな。別にはうんざりだ。手に入れた。いけるぞ。電話線は無事なのか。
車だな。人間か。まだ生き残りがいたとはな。生きてて悪かったな。それより男を見なかったか。待ち合わせしてんだ。杖をついたやつ食ってねえよな。食うものか。人間の血は何よりも大切な見えた。この俺が魔界の王となるためのな。おお、お前がどうかな。確かにでかいけど特技もねえし、頭は空っぽだろ。柄じゃないぜ。やめとけよ。人間め、俺を知らんと見える。覚えておけ、俺が大悪魔のゴリアテ様だ。
何が好物なんだ。変わってんな。愛しき人を核も高め、我を低めし星を。しまったのかと思ってたぜ。腹の口でな。遅くなってすまない。少し読書にふけていてな。あっそ、すげえ面白そう。それよりダンテはあの中か。ユリゼンに敗れたとすれば、今頃とっくに奴の体はクリフォトの養分だな。なんだって？クリフォト、魔界に入るあの大使の名だ。人の血を吸い成長する。血を吸われた人間は見ての通りあの有様だ。とにかく行ってみるか。ダンテが生きてるってんなら助けりゃいい。待て、その前にまずクリフォトのネアを駆除するべきだ。ブイ、お前何者だ？二手に分かれて進むとするか。手分けすりゃ早い。そうしよう。見ろよ、天才だろ。待て待て待て、金が先だ。材料はこっち持ちで遊ばせてやってんのに金まで取んのか。一流の仕事には対価を払うもんだ、常識だろ。ならすぐにぶっ壊れない頑丈なのを作れよ。お前が攻撃を食らわなきゃいいだけだろうが。もういいよ。これ以上の機能美はないよな。芸術だ。おいおい、
姉ちゃんは芸術家気取りと来たか。ああそうさ、文句あるのか、チキン野郎。私の祖母は45口径の芸術家と呼ばれていた伝説の職人だ。孫の私も当然芸術を生み出す職人さ。私が作れば芸術だ。銃だろうと鍋だろうとな。それでお前を煮てやろうか。他に質問は？は？チキン野郎。俺は先に行く。どこかで道が重なるか、クリフォトの下で落ち合おう。ああ、お前はどうする？頭がぐるぐる考え中。また教える。おい、何か欲しいなら口で言えよ。私はエスパーじゃない。まだな。